こんにちは、カワポンです。今日は中央大学の理工学部2020年度の英語の講報をします。試験時間は80分で、全部で6問の構成になります。問1が1000語程度の長文になります。10代の若者の発明家がテーマでした。 It などの代名詞が何を指しているかを選択させる問題、空所に単語を選択させる問題、内容合致問題などが出題されていました。特に難しい部分はなく、高得点が必要です。 80% を最低目標ラインに確保しておきたいところです。問2が4択の文法問題になります。ここも標準的な問題が多く、高得点が必要になります。 76% を目標にしてください。問3も4択の文法問題です。単語の知識を問う問題が多めでした。こちらも難問はなく、80% を確保しておきたいところです。問4が特殊問題です。10個のペアの文章が与えられています。このペアになっている文章が同じ意味を表しているものを10個の中から4つ選ぶ問題になります。判断が難しいものがいくつかありましたが、落ち着いて解けば3つは正解できると思います。問以降が2つの文章の複合パートです。自動車会社の戦略とホテルの建設に関するメール内容になります。空所に単語を選択する問題が合計10問出題されています。ここも高得点が必要です。問6が300個程度の長文になります。共通選択肢から空所に適切な国を選択して遭遇する問題になります。 74% を目指してください。次に最低目標ラインの考察をしました。左の円グラフをご覧ください。全部で55問あります。これをレベル別に標準、やや、難に分けた割合がこのグラフになります。標準問題が 91% とかなり多めです。難の問題はありません。これをもとに最低目標ラインを考察しました。中央大学から発表されている配点をもとに算出しました。白点数78点、つまり 78% とかなり高得点になりました。できれば英語は8割を超えておきたいところです。これは個人的な考察ですので、絶対的なものではありません。一つの軽い参考としてください。この点数を下回ると、他の教科でカバーしていく必要があります。次に、速読レベルの考察をします。問1、問5、問6を長編パートとみなします。これを、独自に算出した目標時間の55分で割りました。その結果、1句あたりの処理語数は29語となりました。問題を解く時間を含めた語数です。これは、標準的な語数と言えます。なお、ここに記載している長文の語数は、ざっくりと数えた語数になりますので、実際と少しずれている可能性はあります。一つの目安程度に考えてください。次に、ハイレベル英単語の数になります。これは、受験生が対応しにくいであろう英単語を独断で選びました。絶対的な基準ではありません。一つの参考程度に考えてください。その結果、3語となりました。少ないです。標準的な英単語で十分に戦えます。ちなみに、その3語が画面に書いている単語です。ぜひ覚えてください。さて、おまけコーナーです。問4の同じ意味のペアの文章を選択する問題になります。画面の A の文章と B の文章に目を通してみてください。この2つが同じ内容のことを言っているかを判定してください。どうでしょうか。それでは回答になります。正解は同じではありません。A の文章は、この湖は世界で最も美しい湖のうちの一つという意味合いになりますので、
同じくらい美しい湖は他にもあるということになります。 B はそれに矛盾することになりますね。皆さんできましたか？カワポンは危うく引っかかるところでした。トイオンの中ではこの問題が一番判定しにくかった印象です。最後に高楽なポイントになります。まずはトイオンの同じ内容を表すペアの文章を選択させる問題です。ここはしっかりと訓練しておきたい問題です。あと一つは文法単語問題です。前年よりも単語と文法問題は増加しました。基本的な問題ばかりですので、ミスを重ねると大きな差がつけられてしまいます。あと一つは中央大学の理工学部の英語は毎年少しずつ変化があります。出題傾向が一定ではありません。できれば過去3年分は最低目を通しておいてください。画面の下のペペンは僕が実際に解いてみて判断したややなと何の問題になります。ここに載っていない問題が取るべき標準問題になりますので、自分でやった後にぜひ照らし合わせて参考にしてください。今日は以上になります。ありがとうございました。